海上自衛隊は現在、中国の経済的発展に伴う軍事力増強に対応するため、戦力増強の真っただ中にあるよね。ああ、従来、47隻体制であった護衛艦を54隻に増強し、大型護衛艦32隻からなる護衛隊軍はそのままに、これまではあまり日の目を浴びることの少なかった、2009で沿岸警備任務を主とする第11護衛隊第15護衛隊以降、10番台護衛隊の戦力強化を図っているぜ。こうやって増強できる部分は増強して、戦力の強化を図っていくことは、今後重要になってくるよね。そうだね。ウクライナの首都圏から、世界情勢は軍拡の風潮が出始めているし、仮想敵国がいる日本にとっては、軍備増強は急務だと思うよ。ちなみに第1護衛隊第8護衛隊は、海上自衛隊の花形である、大型護衛艦中心の機動運用が行われる4個護衛隊軍所属となるみたいだな。10番台護衛隊は、地域配備部隊として、これまでは各地方総監部が管轄する特定の地域の沿岸警備防衛を任務としていたから、所属する護衛艦も地方部隊向けの DE デストロイヤーエスコートと呼ばれる小型護衛艦や、護衛隊軍所属から格下げされた旧型護衛艦を運用しており、お世辞にも充実した戦力とは言えないものみたい。さて今回は、海上自衛隊最新鋭護衛艦である FFM について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。海上自衛隊は、2013年12月17日に閣議決定された平成26年度以降に関わる防衛計画の大綱について25大綱にて、海上自衛隊が保有する護衛艦を54隻に増強することを決定し、地方配備部隊である10番台護衛隊を5個体制から6個体制に増備し、そこに所属している護衛艦を全て最新鋭の多機能護衛艦である FFM 最上型護衛艦に置き換えることとしたよ。そして、管轄海域が固定された地方配備部隊であった10番台護衛隊を機動運用部隊に切り替えることで、管轄にとらわれず柔軟で機動的な運用を可能とする体制に改編するみたい。この大規模な再編の肝となる最上型護衛艦は、全部で22隻もの大量建造が決まっており、日本が有する多様な最新技術の粋を集めて設計開発が行われたんだ。この最上型護衛艦の一番艦である最上は、2022年4月28日に建造元である三菱重工業長崎造船所で海上自衛隊に引き渡され、横須賀基地に所在する掃海隊群に配備されたよ。これは、同年3月22日に就役した2番艦熊野に遅れること約1ヶ月余り後の就役となるんだけど、この理由として、最上の建造中に機関部でトラブルが発生した影響による建造遅延が原因となっているんだ。そのため、1番艦でありながら、進水も収益も弟分である2番艦熊野に先を越されてしまったという残念な船出となっているな。さて、ここで熊野の配属先が掃海隊群であることに疑問を持った方も多いんじゃないかな。これは、最上型護衛艦が多機能護衛艦 FFM と呼ばれるゆえんでもあり、最上型護衛艦は従来の護衛艦にはない機能として、そのため、水陸両用作戦として機雷敷設や機雷掃討等の掃海任務を主とする掃海隊群へまずは配備を行い、掃海任務も有する多機能護衛艦という、今までの護衛艦にはない新たな任務が追加される護衛艦の乗員を連成することとしたってわけ。海上自衛隊としても対潜対水上対空戦闘を行いつつ、対機雷戦闘も熟すマルチな艦であるため、新たな戦術を検討する必要もあるだろうからな。この最上型護衛艦は、今までの海上自衛隊にはない新しいタイプの護衛艦であるため、艦首記号もこれまでの DE ではなく、新たに FFM という記号が付与されているんだって。FFM の F は、一般的に駆逐艦よりも小型の戦闘艦を指すフリゲートという意味であり、M は多用途マルチバーバスや機雷マインの英名頭文字から来ているとされているね。その大きさは、基準排水量3900トン、満載排水量5500トンであり、全量 133.0 メートル、全幅 16.3 メートル、喫水 9.0 メートルであり、これまで10番台護衛艦で主力を担っていた満載排水量2900トンのアブクマ型護衛艦 DE よりも大きく、さらには、過去には護衛隊軍の第一線で活躍していた満載排水量4900トンの、朝霧型汎用護衛艦 DD よりも大型の護衛艦となっているよ。フリゲートの名を冠して小型であると思われがちだけど、意外と大きいんだね。大きさ的には汎用護衛艦の朝霧型以上、ムラサメ型以下といった大きさだな。なお、海上自衛隊がフリゲートの名を冠する護衛艦を配備するのは、実に50年ぶりの出来事であり、戦後、1953年から1972年まで、米海軍から供与されたタコマ級フリゲート艦を改装して、クス型護衛艦 PF パトロールフリゲートとして就役させていた頃以来となるよ。
機関については、ディーゼルエンジンとガスタービンエンジンを併用してハイブリッド化した CODAG 方式を採用しており、最大出力は7万馬力、最大速力は30ノットだね。速力に関しては、他の大型護衛艦とか不足なく艦隊運用が行える30ノットを出すことが可能だが、設計段階ではさらに高速化して最大速力40ノットを検討していた時期もあったらしいぜ。これは、米海軍の沿海域戦闘艦 LCS が40ノットの速力を発揮することから検討されていたことであり、LCS のようにウォータージェット推進方式やトリマラン未導船も設計プランの一つとして存在はしたんだが、燃費や整備性などのコストパフォーマンスを天秤にかけたところ、従来型である現行方式に落ち着いたようだな。米海軍の LCS のような奇抜な戦闘艦が盛大に失敗したことから、海上自衛隊としては堅実で手堅い設計にした方が良いと判断したんだろうね。米海軍も LCS は早期退役が決定しており、アーレイバーグ級駆逐艦の後継艦は、極めて堅実な設計のコンステレーション級ミサイルフリゲート艦とすることが決まっているんだって。見た目に関しては、近年世界各国で建造されているフリゲート艦や駆逐艦の有効に乗って、非常にステルス性を考慮した突起物の少ない外観をしているよ。マストもこれまでの格子型のマストなどではなく、ステルス性を最大限考慮した統合型マストとしており、レーダー反射断面積は、従来型の護衛艦の数分の1になっているとの分析もあるそうだね。そして、最上型護衛艦の大きな特徴の一つが、その乗員数なんだ。最上型護衛艦の乗員数は90名で、最上型護衛艦よりも小型のアブクマ型護衛艦 DE の乗員数は120名であることから比較しても、大幅な省力化の推進と乗員数の削減を図っていることがわかるよね。世界的にもこの規模の戦闘艦の乗員数としては異例の少なさであり、自動化が推し進められた結果とも言えるってわけ。この人員数を達成するために艦橋での総艦は、航海指揮官、操舵員、レーダー員の3名で行えるよう商船仕様となっているなど、これまでの護衛艦の構造とは一線を画しているよ。ちなみに、海上自衛隊のフリゲート艦としては、前述のクス型護衛艦 PF があるが、この50年前に運用されていたクス型護衛艦は、満載排水量2250トンでありながら、乗員は170名必要とされており、この50年間の技術の発展と省力化の努力が、最上型護衛艦を生み出したのだと考えると、感慨深いものがあるよな。そうだね。兵装については、最上型護衛艦は対潜対水上対機雷戦について注力された設計となっており、対水上戦闘の装備としては、米国のマーク、45-60に口径5インチ単装砲を1門と、最新の人7式艦対艦誘導弾を装填した4連装発射塔を2機装備しており、通常の汎用護衛艦と同レベルの対水上戦闘能力を有しているんだって、それに対して対空戦闘能力については比較的貧弱で、米国製の近接防御火器である RIM116 を1機装備しているのみであり、シースパローなどの短距離艦対空誘導弾は装備されていないんだ。これは、最上型護衛艦は航空自衛隊などによって航空優勢が確立している海域での活動を想定していることと、本格的な対空戦闘システムを搭載すれば建造費が高騰することから、対空戦闘能力は最小限にまでオミットされたのだと考えられるよ。しかし、ウクライナ侵攻で、スラバ級ミサイル巡洋艦が地対艦ミサイルで撃沈された事案を思い起こすに、対空戦闘能力の脆弱性は、最上型護衛艦の運用の足かせになるかもしれないな。続いて、対潜戦用の装備だけど、最上型護衛艦は対潜戦闘には力を入れているよ。16セルのマーク。41VLS 後日装備には、丸7式垂直発射魚雷投射ロケットの装備が見込まれており、その他、単魚雷としてマーク。32-324mm 3連装単魚雷発射艦2機と、対潜哨戒ヘリとして SH-60K が装備されているんだ。そして、最上型の特徴でもある対機雷戦能力を遂行するため、機雷探知能力を付与された日立製作所製の OQ-91 と呼ばれるソナーシステムが装備されたみたい。これは、潜水艦は元より水中に隠された機雷に対しても高い索敵能力を有しているんだって。また、潜水艦の捜索に関しては、複数の艦で共同して潜水艦を捜索、探知する機能であるバイスタテックオペレーションが可能となっており、従来探知が困難であったステルス性を有する潜水艦についても、その探知能力を飛躍的に向上させるなど、対潜戦闘については、最新型汎用護衛艦である朝日型護衛艦と肩を並べる性能を有しているよ。さらに機雷戦については、前述のソナーシステムの他に海風と呼称されている機雷除去用水上無人機 USV や、
機雷捜索用無人機 UUV という無人機が装備されており、掃海作業の高度な無人化が推し進められているんだ。どんどん無人化が進んでいるね。搭乗員は何より貴重なものだし、これで犠牲が減ると考えれば、すごくいい方針だと思うな。うんうん。これらの無人機について、もう少し詳細に解説すると、この水上無人機 USV 海風は、開発はジャパンマリンユナイテッドディフェンスシステムズ社が行っており、その全長は11メートル、全幅 3.2 メートル、排水量11トンで、ウォータージェット推進により航行するよ。また、機雷捜索用無人機 UUV には、三菱重工が開発した OZZ5 を搭載しており、全長は4メートル、全幅 0.5 メートルの大きさで、フランスのタレス社から得た技術も取り入れられているんだ。なお、このタレス社は国際的にも有名な軍需産業であり、秋月型汎用護衛艦の領艦防衛能力は、タレス社から得た技術を用いて獲得しているぜ。でも、最上型護衛艦って護衛艦だよね。護衛艦にしてはいろんな対機雷戦能力が付与されていると思うんだけど、どうしてなの？もちろん、装備の共通化によるコスト削減はあるんだけど、大きくは中国が虎視眈々と狙う南西諸島の島嶼部防衛を基としたものなんだ。中国が島嶼部へ侵攻した際、最上型護衛艦により島嶼部周辺に機雷を敷設、ないしは、敷設された機雷を除去することで、島嶼部の防衛や補給の寸断を図ろうとしているってわけ。対地攻撃能力に秀でた護衛機砲を装備しているのも、島嶼部に上陸した敵部隊に対して、洋上から対地攻撃を行うためだね。強大化する中国の軍事的圧力に対して、海上自衛隊は増強を進めているが、実際のところ中国の軍拡のスピードには全くついていけていないのが現実だな。その通りだね。政府は防衛費の GDP 比 2% への引き上げを検討しているんだけど、今、目前に脅威が迫っていることを十分に認識した上で、日本は早急に手を打つ必要があるんだ。何より、日本が第二のウクライナにならないためにもね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。